FZ8 とは、ヤマハ発動機が2010年から販売している、800cc4 ストロークエンジンを搭載した、大型自動二輪車である。この車両にハーフカウルを装着したフェイザー8も存在し、本校では両車両を合わせて説明する。スーパースポーツでは、上等手段となったエンジンを車体合成に利用する、ダイヤモンド方式が採用され、 軽量で高剛性な鋳造アルミフレームにエンジンをリジットマウントすることにより、軽量でありながら高い縦剛性を実現した。デザインコンセプトはマスフォワードフォルム。西洋の鎧の奥から睨みを利かすようなアグレッシブなデザインを採用。シリーズコンセプトを共有しつつ、キャラクター、用途の違いを考慮し、設計の自由度に貢献するコンパクトなエンジンのメリットを生かし、 シートとハンドルの位置を後ろに 15mm、下に 10mm 移動するなど、FZ-1 より、ストップゴーの多い街乗りであっても、疲れにくいように、ライディングポジションが改められた。ネイキッド仕様の FZ-8 とカウル付きのフェイザー8が、用意され、フェイザー8のヘッドライトには、ヤマハ電灯の池へ2ンヘッドライトが搭載される。日本では、プレストコーポレーションなどが、 日本国外向けに販売されている車両を逆輸入し、販売国での事情に沿い異なった販売が行われている。搭載される FZ1 をベースに再構成されたエンジン2010年 FZ8 は従来の排気量区分にとらわれず、出力や使い方から新たな排気量区分を再検討し、実用性とスポーツ性能を満たす新たな排気量として 800cc を採用し、 発売された。エンジンは2008年式ユースフ R1 に端を発する FZ1 のエンジンを基礎としつつも、800cc としてのこれまでにない新たな存在意義を演出するためにクライクマスの再設計を行い、シリンダーヘッド、セラミックコンポジットシリンダーなどを新造し、実用性と爽快感を両立するための新たに開発された。安定した。 出力特性に貢献する7.8リットルの大容量エアクリーナーボックス内には外側と内側でインジェクションごとに長さの異なるファンネルが装着され外側で125ミリメートル内側で150ミリメートルと長さを変えることにより相互に出力特性を保管し合い全体として最適になるような工夫がなされている排気系統には発金。 ロジウムの酸化反応を利用し、排気ガスから一酸化炭素や炭化水素を減少させる機構や、ロジウムの還元反応によって、窒素酸化物を浄化するハニカム型酸原触媒を装備。さらに、残留酸素濃度を検知し、リアルタイムで燃料補正を行い、最適な空燃比を実現する燃料制御を組み合わせることによって EU3 基準を達成している。 足回りにはフロントに FZ1 と同等の FI43mm 倒立フォークをスイングアームにも同様に FZ1 譲りの CF アルミダイキャスト製 629mm ロングスイングアームを搭載し、これらを FZ8 用に高速域ではしっかり機能しつつも低速度域で神経質にならない減衰性能を発揮する要塞調整が行われた。ブレーキには 住友モ製モノブロックブレーキキャリパーが採用され、フロントディスクには新たに開発されたハイ 310mm フローティングディスクをダブルで、リアには FZ1 の 245mm と比較して、やや大きめのハイ 267mm シングルディスクを搭載し、街乗りなどでのブレーキに対する考慮が伺える。ホイールには軽量で、 高い剛性を実現する5本スポークのキャストホイールを採用。リアホイールはリアタイヤのサイズが FZ1 の190、50から180、55へ改められたため専用のホイールが新造された。2010年使用ブルーの車両ミッドナイトブラックの車両日本ではプレストコーポレーションが4月27日に XT1200Z スーパーテネレと同時に 国内での逆輸入車の取り扱い決定を発表5月13日に販売価格などの情報が公表された5月28日欧州公式ホームページにて設計に関する詳細情報が公表されたオプションで ABS を搭載した車両も販売されるカラーバリエーションは以下の通りである2011年使用マットグレーメタリック3が追加され カラーバリエーションが以下のように改められた。2013年使用イメージカラーに青を採用したレースブルーシリーズの一環として従来の青のカラーバリエーションを黒をベースにシリンダーヘッドカバー、ホイールなどにアクセントカラーの青を配したレースブルーに変更。2012年に行われたインター元の中でのプレスカンファレンスではホルヘロレンソが FZ8 の運転役を務めた。 カラーバリエーションは以下の通りである。2010年使用 FZ8 に高速走行などの際の風防性能を高め、長時間のクルージングでの疲労軽減などを果たすハーフカウルを装着したモデルとして発表。ヨーロッパなどにおけるスーパースポーツ譲りの高性能エンジンを搭載したエキサイティングなネイキッドバイクであるストリートファイターなどの台頭から、 ネイキッド仕様が用意されるようになったが、2001年に発売された FZ1 ではカールを装着したモデルを FZ1 と呼んでいたように、本来のシリーズコンセプトに準拠した仕様と言える。オプションで ABS を搭載した車両も販売される。以下のカラーバリエーションで発売された。2012年、仕様マットグレーメタリック3が追加され、カラーバリエーションが以下のように改められた。 2013年、使用 FZ8 と同様に、レースブルーシリーズの一環として、従来の青のカラーバリエーションを黒をベースに、シリンダーヘッドカバー、ホイール、およびカウルに、ライン上にアクセントカラーの青を配した、レースブルーに変更。カラーバリエーションは以下の通りである。ありがとうございます。